ランカウイ島の夕日ランカウイ島とは、マレーシア北西部のアンダマン海にある島。地元の言葉でランは和し、カウイは大理石を意味する。クダ州に属し、この周辺の98の島々を含めて、ランカウイ群島と呼ぶ。数多くの伝説が語り継がれていることから、伝説の島と呼ばれている。ランカウイ島は1978年に自由、貿易地帯に指定されたため、 島内で売られている商品には関税などの税金は一切かからなくなった。1980年代後半より政府主導で第二のペナン島を目指して観光開発が進み、アジア各国は元よりヨーロッパからの観光客が多数来る一大リゾート地となっている。2004年12月末のインド洋を通波で被災したものの比較的被害は少なかった。島の中心は マレー半島やペナン島への船便が発着する港がある南東部のクアタウン。ランカウイ島北西部にはタイとマレーシアとの国境が走るチンチン海峡に面したダタイ湾があり。ダタイ川が流れ込む湾岸には高級リゾートホテルが立ち並んでいる。ランカウイ島の最高峰は標高881メートルのラヤ山である。ラヤ山には伝説が存在する。 ラヤ三北六にはドゥリアンペランギンダ滝があり、周辺の森林は保安林として保護されている。ドゥリアンペランギンダ滝は14段に分かれて流れ落ちる多段滝である。この滝は年間を通して水が流れ落ち続けており、最も水量が多くなるのは例年9月から10月にかけての雨季の頃である。水、グヌンマットシンクンの山麓にはテラガトジュ滝もあり、この滝は 7つの井戸を意味する。ランカウイ島の地球科学的に貴重なジオ多様性と、その上に形成されている生態系や地域文化に高い価値があることから、島全体がマレーシア発の世界ジオパークとして認定されている。2009年にはアジア太平洋ジオパークネットワークの第1回シンポジウムがここで開催された。クアタウンイーグルスクエアランカウイケーブルカー。 ありがとうございます。